マルマリスは、トルコ共和国の南西部、エーゲ海地方のムーラ県にある都市。主な収入源は観光業である。ギリシアのロドス島との間に、フェリーが運行している。いつ街が設立したのか正確には分かっていないが、紀元前6世紀にピュスコスの名前で知られており、古代都市、カリアの一部分だったと考えられている。歴史家のヘロドトスによると、紀元前3000年から、 マルマリスには城があった。ヘルニズ向きにカリアはアレクサンドロス三世によって侵略され、城は包囲された。600人いた町の住人たちは軍隊に対抗することを諦め、木打ちの貴重品を焼き払って女、子供と共に丘に逃げた。城の戦略的な重要性を認知していた侵略者たちは、帰還前の兵士200から300人を収容するために、 城の破壊された箇所を修理した。そのおよそ2000年後の15世紀中頃、オスマン帝国のスルタンメフメト2世が、アナトリアの種族や王族たちを、一つの軍旗の下で、統一して、征服することに成功した。しかし、ドデカネス諸島を占領していた、ロドストー騎士団には悩まされた。騎士団は、ロドストーを拠点とし、数年にわたり、メフメト2世と戦った。 1522年、スルタンのスレイマン一世によって、城が建て直され、ロドス島への遠征が始まった。この時、マルマリスは軍事拠点となった。ありがとうございます。